続きまして、はい、違います。どのアルバムでしょうか。ビートルズのナンバーなんですが、ビートルズの曲ではないんです。ポールがあのギター弾きながら歌ってる歌で、これもダブソングですね。どうぞ。ここへ僕が初めて彼に連れてきてもらったのは去年の6月で、その時はここに宝子がピアノで弾いてまして、一緒に入ってきたら伊田さんが先生先生って呼んで、ここへ座って、彼はハンドマイク、ギター弾けませんか。これビートルズの原曲の F かな、キーが F ですね。相当高いんですよ。で、すごい裏声を使ったんですかね。まあ、アロチって言われるだけあって、本当に彼は、アロチでは一番この歌が上手いです。これは本当に思います。で、今日は僕は誰も歌ってます。その F のキーを E フラットに落としまして、彼が歌いやすいようにアレンジして、ドームさんが見事な高品格で、アレンジしてくれました。これは1週間前に実はドームさんのこの曲を何度かしてっていうことを頼みまして、僕はチャンチャカチャンチャンっていうのが入れなくて、伊田さんのようにギター弾けないんで、普通の砂のストロークしか弾けません。ラブソングですよ。君が来たら世界が変わったっていう感じですね。前3つ用意しましたね。はい、はい、ちょっと聞いてください。ハンドバッグ歌ったらすいません。すいません。調べてきた。はい。1、2、3、4。これちょっと前から。